ロベルト・アルマーは、オーストリア出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはゴールキーパー。オーストリア・ブンデスリーガに属する、SK ・シュトゥルム・グラーツの育成アカデミー出身。17歳で、トップチームに昇格する。主に FK ・アウストリア・ウィーンや SV ・マッテルス・ブルクで、プレーし、2011年に2、ブンデスリーガに属するホルトナ・デュッセルドルフに移籍。翌年には、 ドイツ分でスリーガに昇格する。2013年以降は、エネルギーコットブスやハノーファー96に所属。2015年以降は、フルスの FKA アウストリアウィーンでプレーしている。2018年6月4日、膝の怪我のため現役引退を発表した。各カテゴリーのオーストリア代表に選出されるものの、A 代表選出は25歳になってからと、遅咲きであった。 2015年9月5日の UEFA 欧州選手権予選からは603分間失点を許さずフリードリッヒコンシリアが保持していたそれまでの代表試合無失点記録を更新した2016年に開催された UEFA 欧州選手権フランス大会ではすべての試合で先発出場を果たしているありがとうございます